原爆ドームダークツーリズムとは、災害被災跡地、戦争跡地など、人類の死や悲しみを対象にした観光のこと。ブラックツーリズム、または悲しみのツーリズムとも呼ばれている。似た概念としてタナツーリズムがあるが、これは古代ギリシア語で深刻化された死を意味するタナトスに由来しており、暴力的な死をよりはっきりと示すときに使われ、 多くの人命が失われた歴史に限らず、人権問題と関係した施設も、対象とするダークツーリズムより限定的な意味で使われる。アンネ・フランクの家で列をなす人々ダークツーリズムの基本的な目的として、その悲惨さを後世に伝えていくために関連施設を保存することと、現地を訪れることで、災害や戦争の悲惨さを追体験することが挙げられる。 一般的に観光は娯楽性のあるレジャーであるがダークツーリズムにおいては学びの手段として捉えられる。日本においては異例や異部に対する日本人の特殊な性質から従前より、いわゆる負の遺産が観光資源として機能してきた。作家の東博まやジャーナリストの津田大輔がチェルノブイリ原子力発電所を対象とした機構を発表し、 その後、福島第一原発観光地下計画を観光したことで、災害の被災地をも対象することと合わせて、ダークツーリズムという言葉の認知度が上がった。ダークツーリズムの概念は、1996年に、グラスゴーカレドニアン大学の教授、ジョン・レノンとマルコム・ホーリーによって、人類の悲しみの場を巡る旅として提唱された。日本国内ではこの流れを組んで、 観光学を専門とする井出明ららが研究を進めている。ナショナルセプテンバー11メモリアルミュージアム関連施設の周辺は宿泊施設や土産店などが立ち並ぶ観光スポットになりがちなため被害者や遺族の悲しみをビジネスに利用しているに過ぎないとするダークツーリズムへの批判もある。なお併設される資料館などには中立的立場を逸脱して 政治的に偏った立場からの展示がなされる場合も多い。また、訪問者の無理解や倫理観の欠如により、当事者に対して心ない言葉が投げかけられる事案も発生している。特に当該地において心の傷が癒えてない人々が存在する場合には注意を要する。日本語では負の遺産という呼称が用いられることが多いが、英語等の他言語ではこれに相当する語は、 一般的ではない。ダークツーリズムの対象となる場所の例として、以下のようなものが挙げられる。旧アウシュビッツ強制収容所、日本国内日本国外ムランビ虐殺記念館、日本国内日本国外博物館、網走監獄日本国内日本国外日本国内、成田空港空と大地の歴史館の展示資料日本国外プリッピョチの廃墟。ありがとうございます。